皆さんこんにちは。徳島大学の名誉教授大橋です。私はですね、今まで大学の中で医学部の学生さんに、病原体学を教えてきました。その中でですね、私はいろんな気づきを得ることができました。実はですね、西洋医学っていうのはある教科書があって、それを学生さんに教えるというのが基本です。しかし伝統医療というのはそうではありません。伝統医療は教科書はなくて、実践をしながら学んでいくということですね。で、どんな場所でも学ぶことができると。後ろの掛け軸の方に直進これ道場という書いておりますね。これはですね、どんなところでも学ぶことができると。あなたの心次第ですよと。で、教科書から学ぶのではなくて、患者さんから学ぶ、あるいはその日々の生活から学ぶ、自然から学ぶ、まあこういうことですね。どこでも学ぶことができるのが伝統医療ということで、あなたの心が、その準備ができていますかということが必要です。これから皆さん伝統医療をしっかり学んでください。株式会社ピークヘルスエナジー代表しておりますジョーコ・マリと申します。私は滋賀医科大学出身で、30年間内科医、神経内科医をしてまいりました。その中で、現代の医療について非常に疑問に思うことがあり、2019年の12月に独立しております。皆さんご存知かと思いますけれども、薬というのは治すものではなくて症状を抑えるものでして、私たち大学の時にまず最初に習ったことが、薬はリスクですよっていう習いました。それをいつの間にかみんな忘れてしまって、お医者さんはとりあえず患者さんにお薬を出して何とかしようっていうのが今の西洋医療になっています。私は神経内科を続けていく中で、こういう、医療というものに随分疑問に思うことがありました。っていうのは、神経内科というのはもともと難病が多くて、例えば皆さんご存知の認知症もそうです、パーキンソン病もそうです、から脳梗塞もそうですね、から筋縮性側索硬化症、だんだん体が動かなくなっていって、最後には呼吸器につながれた形になる病気ですね。ホーキング博士がなられたことで非常に有名になりましたけれども、こういう病気をたくさん見せていただく中で、治らないのは仕方がないかなと思って治療をしてきたんですけれども、いや、治療してきたというか見てきただけかもしれません。その中でいろいろ勉強していく中で、いや、西洋医学じゃなくって、いろいろな医学ですね、医学というか伝統医療ですね、こういうものの中に非常にたくさんの答えがあるってことに気づきました。それでこの協会の中の一員として今活動させていただくことになっております。と、今西洋医学っていうものはお薬が主になった、それも治すんじゃなくて対症療法というもので治療してます。でも私たちは自分の体のことですよね、自然治癒力というものを持ってるんです。これを忘れてしまってはいないかと思うんですよね。で、少し風邪をひいたからといって病院に行ってお薬をもらったりする方が非常に増えてます。でも私たちの中に眠ってる力を引き出す必要があると思います。例えば怪我をした時にすぐに病院に行かずに、そうですね、小さい時に唾をつけて治した経験ある方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私たち本当に治る機会、治る力というものが中からあるんです。なので今一回ね、もう一度振り返ってこの力を出していく、お医者さんに頼るんじゃなくって自分の中の力を引き出していくことをお手伝いしていけたらいいかなって今私は考えてます。一緒に勉強していきましょう。これがすごいんですよ、マックス・ブランク。この名前はね、頭に叩き込んでください、マックス・ブランク。いいですか。これは量子力学の父と呼ばれてる人です。で、なんと、亡くなったのは1947年ですから、なんと1900、もう戦争直後に亡くなっていらっしゃる。この方がどのような言葉を残したか、マックス・ブランクの言葉は完璧な真理だと思います。これはすごい、いいですか。こう言ってるんですよ。全ては波動である、すなわち宇宙は全て波動である、そしてさらにその影響であると。
ここからはそうです。現実には物質は存在しないって言ってるんです。あなた方は存在しないんだ、我々も。嘘。これは何かというと波動である。すなわち、だから波動の医学のキーワードはこれなんです。バフィールド、これを理解しないと永遠に理解できないです。フィールド、メリディアンイズキー、イメリディアニソノキー。イエス。どこか痛みなど問題のある人はいませんか？会場でそう呼びかけると初老の男性が現れました。何でも朝風呂場で転んで腰をしたたかに打ち、痛みで歩行困難だそうです。Amelio. Question. Whose question? Sì, mi domandavo se